皆さん、こんにちは、こんばんは。僕はスイートジャムというハンドルネームで、大阪で広告デザイン業を営んでおります。この番組では、そんな僕が今まで購入してきたいろんなジャンルの商品の私物を紹介していきたいと思います。はい、それでは第1回目は、僕が長年愛用しております携帯電話、ドコモのフォーマ携帯、ガラケーですね。L852i を紹介したいと思います。NTT ドコモのキャリアから2008年に発売された韓国家電メーカーの LG 電子とイタリアのハイブランドプラダによるコラボ携帯ですね。購入当時は十数万円と結構なお値段でした。どうですかね、このデザイン。前面に、プラダのロゴと背面に LG 電子と NTT ドコモのロゴがプリントされております。値段の割に外装はあんまり高級感を感じられませんね。プラスチックに塗装を施しただけのシンプルな携帯電話ですね。一応カメラもあるんですけども、画素数はですね、200万画素、ワンセグなし、Bluetooth なし、お財布携帯なしと、ショートメールと通話しかしない僕にとっては、この上ないシンプルな機能性です。はい、余談ではありますが、この後2010年には iPhone4 が発売されるんですけども、どことなく似たような感じを受けますね。一応こっちが先なんですね。LG 電子は開発には時間を要するので、真似た真似てないには相当しないとどっかの記事で読んだことがあります。そして数年後の2012年にはプラダフォン by LG L02D が発売されることになります。付属品はプラダのサフィアーノと呼ばれる片押しのカーフレザーケースと、陶器書はタッチパネルなんでプラダのロゴの入ったタッチペンが付属されます。実はね、僕もう一台色違いのシルバーも所有しております。ブラックは前に一度ね、修理に出して新品交換になりまして、戻ってきてから一度も使っておりませんので、お気づきの方もいらっしゃったかもしれませんが、ここね、保護フィルムが貼ったままです。はい、実質未使用品状態なんですね。2020年でこの状態で所有している人も珍しいんじゃないかなと思います。普段はね、こっちのシルバーのカラーの方をね、愛用してます。2008年にね、出たとは思えないぐらいの綺麗なコンディションでしょ？ただね、これだけ綺麗に使っていても、2026年の3月31日をもってね、フォーマのガラケーのサービス自体が終了しちゃうんですね。ちょっと残念ではありますけども。はい。ちょっとね、このカラーの電源を入れてみますとね、この真ん中にね、プラダのロゴとね、電話とメールと本当に、必要最小限の機能しかないんですね。でも、逆に言うとね、ガラケーはこれで十分かなと。僕は思います。はい、いかがでしたでしょうか。第1回目はですね、愛用の携帯電話を紹介させていただきました。こんな感じで第2回第3回と続けていけたらと思ってますので、今後ともスイートジャムの私物紹介よろしくお願いいたします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。